写真拡大。阪神の青柳晃弘投手、25が18日、神奈川県相模原市にある特別養護老人ホーム、相模湖緑の丘を慰問した。同施設は母校でもある帝京大の野球部施設に隣接。2015年の阪神入団以降、オフには必ず顔を出している。1時間を超えるイベント内ではトークショーや約20人の入居者とゲームなどで交流した。最後にはスタッフも含めて全員と記念撮影。一人にサイン色紙を手渡し握手を交わした。最後は来年の目標として、今年が9勝だったので10勝以上を目標に。ライバルといえばおこがましいですが、今年一番成績を残した西さんに勝てるようにしたいと目標を掲げ、大きな拍手のエールを受けた。今季はキャリアハイとなる25試合に登板。西と2人、1年間ローテを守って9勝9敗、防御率3月14日と好成績を残した。初めて規定投球回もクリア。充実した1年を過ごした。毎年オフに必ず施設訪問するが、活躍してここに来ることでいい報告ができる。これからも毎年報告できたらと思っていますと、現役を続ける限り訪問していく考えを明かす。施設の隣にはプロの門を開いた帝京大野球部の寮施設がある。いわば原点と呼べる地に立ち、改めて来季のさらなる活躍を誓った。